裏地武藤遊戯じゃなかったですか、ごめん、武藤遊戯じゃない、なんか変な変なんですですか、ごめん、武藤遊戯じゃない、あいたいとねね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 ね、カラオケ行こう、誕生日の日さ大パーティーしよう、カラオケ行こう、ようやく思い出した、誕生日の日さ大パーティーしよう、カラオケ行こう、ようやく思い出した、誕生日の日さ大パーティーしよう、あごめんごめん、いやTwitch開いたから今ぐちゃぐちゃになったでしょ、暇だしスタヌとかも呼ぼうぜ、おい来いよっつってホームパーティーやるから来いよっつってさ、年上の嫌な年上のさあれしようぜ、あスタヌ、あ今ケイツさん来るからおいでよ、家族連れてきなよ、配信してるけどって、社会金とかも家族連れてみんなでやろうぜね、で有料配信すればいいでしょ、だって自分の家族は映したらダメだけど人の家族はいいよね、そういうルールじゃなかったっけ、うちって人の子供とかは配信に映していいんだよね、俺の家族さえ守ればいいんだよね。だよね、OK、スパイギア入れない。うちめちゃめちゃでかいけど、スパイギアだけ入れない。スタヌは毎週月曜日は定休日だから呼べるさ。おう、じゃあそうしようぜ。あいつ、月曜日定休日じゃん。じゃあ月曜日だけうちに出勤させよう。それどう？だって月曜日休みだったらね、非常勤みたいな感じで出れるだろう。出勤。もうこう呼べ、あいつ今朝も暇すぎてタクシーで丸亀製麺行って配信やめろって怒られて、その後パチンコで無断配信してた終わってるな本当に、なんで最近あいつそう、あいつもうそう打つじゃんねえ、あいつ丸亀で2回注意されても配信続けたやばいじゃん、そのうちなんかそのうちさもう宗教とかもガンガンやり始めそうじゃない、こだわりが出てくるんだよ30超えると、俺もそうだった、32ぐらいの時にこだわりが出てきたけど36ぐらいでそういうのが一切なくなってね、配信おじさんになるから無許可、みどりさんの系譜なのみどりさんの